はい、こんにちは。熱帯植物栽培科の杉山です。どうぞよろしくお願いします。今回なんですけど、えー、<laughs> あのね、今回、本当にごめん。あのー、多分、ええー、って思うかもしんない。ええー、って思うかもしんないけど、でもやっぱり、ちゃんと言わなきゃいけないと思って、あのー、満を持して言います。ええー。 日本でエアプランツを育てていて、よく、あの、アリはいませんっ,つって言ってたんですけど、ちょっと僕ね、アリの専門家ではないので、わかん、あの、そこはちょっと何とも言えないんだけど、えー、アリ、エアプランツに住むやついます <laughs>。えーっつって思ったでしょ。 じゃだけど、あの、なぜ住むかっていうのと、じゃあ、あの、どうすればいいのかっていうことまでちゃんとお話しできればなと思って、えー、今回お話しさせていただきたいと思います。まずね、なんでアリが住むのつっ,ったら、そもそもアリ植物だからね。<laughs> そもそもそこみたいな。で、代表的なのをいくつか紹介しようと思って、まず一つ目。じゃん、こちら。エーレルシアナ。 このエーレルシアナの、このツボ型って言われるやつは、これは、あの、アリ、やっぱり住み着きます。で、えっ、ー、とー、日本のアリーナの、アリーナと思うよ。<laughs> うち、日本だからね <laughs>。 <laughs> はい、でえっ、ー、とアリ住みつきますでこれはね結構黒っぽいアリだとか小さいアリがっていうのが住みつくような気がしてますでえっ、ー、とアリっていうのはんでんでっていうとまあ言ったらこの壺型になるここにね 巣を作るんですよ。で、巣を作って、で、これ、味覚下でもさ、住むやつとかあったりするし、えー、アプランツでもね、まあ、あと共生するっていうのは、あり植物って言われてるものあ、もうたくさんあるので、その一つだと思ってください。で、その次に、あの、住みやすいのね。うん。百均でも売ってるよ。今のエーレルシアナは、いや、そんなエーレルシアナなんて普通見かけないしって,ってなってるでしょ。百均でも売ってる植物。はい、じゃん。カプトメディウサイ。こいつも住むな。 うん、でもね、こいつが住むのっていうのは、こんなにクランプになった状態の場合に結構住みやすい。でね、今回ね、ちょっと探したんですよ、必死に。必死に探したんですけど、ちょっといなくて。<laughs> <laughs> うち、あの、たまにはいるんだよ。あーっつって見つけたとかって言ってみ、ね、あの、これも、やっぱりこの、クランプになってる古いものだったりに、あの、この葉っぱと葉っぱの間ね、こういったところ、こういったところが、ちょっと隙間が出てきて、こういうところにね、卵を見つけたりして、あの、巣を形成してる奴らがいるんですよ。なので、 はい。で、あとはね、もう一ついるなって言われてるのが、これちょっとごめんね。あんまりあの、いい状態じゃない。セレリアーナ。セレリアーナ。これも同じく。いや要は、ツボ型になるやつは、基本、あの、居やすいっていうのを覚えてください。はい。そういうものなんです。<laughs> で、あとね、もう一つ、もう一つ。はい。あのー、これ。ストレプトフィラ。わーこれも、こいつはね、えっ、ー、とね、 一番僕がいい、あの、あの、エアプランツの中で、アリが入りやすいっていうのは、こいつだと思ってる。ストレプトフィラは、本当にアリが入りやすい。僕の中ではだよ。僕の中では。だから、これ必ず、あの、皆さんの、絶対入るとは、あの、言い切れないです。あの、うちの環境下では、ストレプトフィラが、一番、アリが入りやすい。 わお。で、ね、これなんでこんな長いのってこれね、ちょっとね、あの、特殊な作りをして、してみたんですよ。あの、またこの作りはね、あの、こんなうねうねにさせたいっつって、あの、ちょっと、名古屋巻きにさせたいですみたいなのは、あのー、また今度やるから。<laughs> はい、ストレプトフィラね。で、 ここからなんですよ。ここから。あの、大事なことっていうのは、先ほど、壺状になるやつ、意外とアリ入りやすいよねっていうのは分かったと思うんですよ。でもね、アリが入ることのメリットは一つあって、あの、すんげえでかくなる。<laughs> 当たり前だよね。それ、アリってさ、その巣を作ってしまったら、そこにはさ、その、なんだろ卵、卵を産んでしまったりだとか、まあ、あの、糞をするところだとかっていう風にすると、それって植物と共生関係にあって、だから大きくなるっていうのは、なんとなくわかるよね。で、あのー、アリはね、まず、こうやって見てるだけじゃね、全然ね、なんともならないんですよ。 こうね、出てこないんですよ。ほとんど出てこなくて。たまになんかうろちょろする場合もあるんだけど。で、アリがね、あの、攻撃するとき、どういうときかっていうと、これをね、割ったとき。だから、例えば、こう、クランプをこうパキって割るでしょあの、クランプを割ったときっていうのが、巣がね、侵されるって思って、あの、そういうときは、あの、アリが、うわ、一斉に出てくるんで、あの、こうやってクランプを解体したときっていうのが、一番アリが出てきます。<laughs> わ、<laughs> こういう時ね。今はいないよ。いないよ。本当はここでうわーってあれを見せたかったんだけど、さすがに、あの、できなかった。な、な、あの今日の探す時間では見つけられなかった。多分どこかにはあると思うけどね。で、こういう状態なんですよ。で、ということはなんです。わかった今のでわかったありが嫌だなっていう人は、クランプにしちゃダメ。 結局こういうことなんですよ。クランプってかっこいいなっつって、ね、あのー、なんかわさわさしてて、すごいいいなって思われるかもしれないけど、クランプにすればするほど、そこがアリにとって一番気持ちいい住みかになっちゃうのかなうん。あのー、お邪魔しますっつって、ね、シングルの時ってさ、やっぱりさ、風もしっかり浴びてるし、ね、あの、風もあったり、光もあったりして、ストレスがかかってる状態だと、ここの中って多分熱くなっちゃったりするんだよね。でも植物 だから、まあ、大丈夫ですよってなってるんだけどこれが何個も何個もこうやってクランプ状に重なってるとさ、ね、こういうふうになってると、ね、外側は暑いかもしれないけど内側って涼しいと思うんだよ。 内側。だからさ、そういうところにありが、あー、すみません、あのー、ちょっと暑いからこっちに逃げます。あ、ここ気持ちいいってって、クランプになればなるほど。特に古いクランプになればなるほど、ありがいる場合があるんですよ。この壺型のやつね。あとはね、今回ご紹介できなかったけど、インターメディア。インターメディアも結構いる。 こんな確率でいる。<laughs> びっくりする。はい。あのー、だから、あの、アリがいるからって、あとはね、そのアリをもし見つけてしまったら、あの、アリを殺す、今ね、あのー、薬だとかもあるんで、それをバーッとかけていただくと、あの、死んだ、えーあの、死んじゃったりするんで、あの、水では死なない。<laughs> 水では逃げるだけかな。うん、だから、あの、アリをかける薬を用意して、あのー、もしいたら、ジャーッとかけてあげるみたいなね、そんな感じにしていただければいいと思う。で、こっからなんですよ。 え、本来入らないんだけども、クランプ状にすると入るやつ。<laughs> 本来、単体ではほぼいません。でも、クランプになって、いや、ここ涼しいんですっていう場所を作ってしまうといるやつを、えー、いくつか紹介していきたいと思う。<laughs> でさ、こんなこと紹介して何のメリットなのって思うかもしれないけど、僕はやっぱり虫が嫌いな人もいるんだよね。虫が嫌いな人は、じゃあシングル管理をすればいいよね。クランプができ できる前に外してあげて、ね、あの、シングルで管理すれば、基本こういうことはないんですよ。ね、起こりにくい。絶対起こらないとは言えないけど。だから、壺型が可愛い人は、若干ね、あの、少ない確率だけど、ありが来る子かもしれない。あの、絶対に入ってくるわけじゃない。あの、うちはさ、音質って言って、み、見て、あの、今もう、あの、外の空気が入るようになったら、やっぱりさ、どうやって防除してても、やっぱり虫って入ってくるんですよ。でも、皆さんの室内だと、そういうことは起こらないと思うんで、多分大丈夫。だけど、もし し,したらそのアリの侵入経路だとかそういうところがあったら、まあ、ねそういう可能性があるっていうだけなんで絶対入るっていうわけじゃないんでそこだけご注意くださいねうんこんなありがいることだけであのエアープランツを嫌いになってもらいたくないんだけど一応情報としては伝えた方がいいなと思って伝えてますはいじゃあ次あの100均でもある植物こちら これはね、<laughs> あの、うちは、あの、ね、こんだけ植物、あの、エアプランツたくさんあるんですけど、あの、あっちにもエアプランツあるんですけど、あのー、<laughs> こんだけ作ってると。いや自社生産してるんですよ。もうね、もう何年も輸入してません。もう全部自分のところでこう増えたものばっかりを置いているんですよ。で、パートさんにね、こうやって、あのー、これ割ってくださいっつって、割ってくださいってもう渡して、一番悲鳴が出るナンバーワン、こちら。 ブラキカウロスのクランプ状になってるやつだよね。ブラキカウロスって、緑色のね、あの、緑葉種って言われる、えー、やつなんだけど、これがクランプ状になると、こうバキッと割った時ギャーつって、ギャーっていうし鳴が決こて、ありがとっ,って。<laughs> ってなって、でも、あの、今ね、あの、外に、外に置かれて、で、あの、アリの薬をかけられるっていう。 で <laughs>、ね、あのー、まあ、でもね、うちは、だから、そういうことがあって、クランプにすることを、ほぼほぼやめてるんですよ。あの、なっちゃうやつはもうしょうがないけど、なるべくクランプにならないような管理をして、こういう一面ね、やばっつ、みたいな管理にしてるんですよ。<laughs> やっぱりさ、ね、あの、虫がいるっていうのはね、嫌だっていう言い方も多いんで、でも、ちゃんと事実として伝えなきゃいけない。で、こういう、こういうことを知った上で、 好きになってもらいたい。<laughs> むちゃくちゃなこと言ってるよね。いや、あり <laughs> は嫌だって。だから、普通の家では入らないって言ってるの。ね。普通の家では絶対入らない。侵入経路があればもしかしたら入る可能性。ね。少ない可能性でもゼロじゃない。そういうことも伝えなきゃいけない。そだと思ってるんですよで。もう一つ。こちら。ビビるかもしんない。じゃん。よなんだ。 イオナンタのクランプ状になった、この後ろの、これ見て、こうやってさ、茶色く枯れ込んでるでしょ。こういうところが、水が濡れた時とか、気持ちいって言って、小さいアリがいる可能性があるんですよ。ね、こういったところ、こういったところね。だから、あの、絶対にアリが入らないっていう植物ってないと思うんだよね。だけど、こういったエアプランツの中にも、アリと共生している植物ってあるよね。つって、もともとアリ植物じゃんっていう、ね、あの、 あの、エアプランツの一部品種はアリ植物でしょだからアリがなんかここ気持ちいいなと思って。要は、どういう環境がありがいいかっていうと、アリってさ、地面の中にいるじゃん。ということは、常に湿ってる、もしくは湿り気が程よくある場所。ね。そういったところにやっぱり来やすいよね。で、あとは、地面とかどっかと設置、侵入経路があるところ。侵入経路があるとやっぱりあれだよね。うちみたいな温室はさ、一応隔離はしてるけど、下土だからさ。<laughs> 上がってきちゃうよね。こうやって来られたらもう無理だもんね。だから、あの、もちろん防除はしてるんだけど、やっぱりその可能性はある。で、もう一つはクランプ状になってる。クランプ状になってると、やっぱりそこの枯れ肌とか、その中心部分っていうのは、温度帯が一定であるね。あの、 ってなると、ダメ、あの、入ってくる可能性があるっていうことも今回お伝えしたいなと思ってます。だからシングルで、ね、シングルで管理して花が咲いてきて、あの、え小株が出てきたら、まあ、ワけワけしてあげて、ね、早い段階で、だいたいこのぐらいかな、うん、このぐらいで、あの、分け分けしていただいて、またあの、シングルで管理していただければ、あの、ね、 そんなに入ってこないから。<laughs> 入ってこないから。うちでもそんな、あの、しょっちゅういるわけじゃないからね。ないからね。ほんとそれだけで、あの、この情報っていうのはすごい迷ったんだけど、でも、真実として伝えなきゃいけないと思って、あの、今回、えー、エアプランツには、ありがくる可能性がある。絶対ではない。絶対ではない。もうそんなことで嫌いにならないで。お願い。<laughs> いやでもね、あの、シングルに、で管理してれば本当に大丈夫だから、大丈夫だからね。あの、特に、あの、吊るしてれば、アリの侵入経路なんてないでしょだから吊るしてあげて、あの、吊るすところにアリがこうやっていろいろ生えてきたら、もうそれはもう、アリの勝ちだわ。<laughs> 吊るして管理しててさ、もう、あの、いろんなところを伝ってたんてさ、アリが来たら、もうそれはさ、アリを褒めてあげよう、つって。お前すごいっ、つって。こんなアクロバティックなアリ見たことないっ、つって。褒めてあげよう。はははは。 <laughs> ね。はい。そんな感じで、あのー、ね、もしかしたらえ、そんな情報っているのとかって思われるかもしれないけど、やっぱり植物を育てていく上で、虫っていうのは出る場合もある。ね。出る場合もあるけど、そこをちゃんと伝えていくことで、どういう風にすれば傍受できるんだよっていうことも多分分かったと思うんですよ。はい。そんな感じで、ね、楽しんで、あの、嫌いにならないでよ。あの、僕のことは嫌いになってもいいけど、エアプランツのことは嫌いにならないでください。はい。<laughs> そんな感じで、一旦この辺で終わりたいと思います。